どうも、なおちんでーす。メガテン5やっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。なんと、ザントマンが強いらしい。ザントマンを、まだ使ってなかったので、今日は使いたいと思います。ザントマンのユニークスキル、悪夢継続ですね。これと、夢見張りと、成仏剣。これがね、すごく噛み合うらしいんだよね。まあ、とりあえず、どんな感じになるのか使ってみましょう。力と運を999まで上げております。それでは、試していきましょう。創生ノーマルの、オリジナルモードですね。これぐらいでとりあえず様子見したいと思います。まずは、夢見張り。これで、睡眠をつけるんだよね。聞く？あ、聞くわ。運が999だから、ああ聞くんだね。で、他のやつで攻撃すると、眠りが解除されるので、まあまあまあ、バフは入れんのこう。で、こいつで、成仏剣を打つと。これ1万いく？あ、なるほど、そういう感じか。で、確実にも眠ってるからね、やりたい放題できるんだ。例えて言えば、この刹那とかでも大丈夫っていうことでしょ。おー、一発18000。あ、なら成仏剣の方がダメージ高い。あ、刹那の方が絶対強いと思ったけど、成仏剣の方がダメージ上だ。あ、これは強い。で、もちろんジョカにも効くっていうことでしょ。あ、なるほど。耐性、あ、いや、耐性多分あるよね、ハテナだけども、確かあったような気がするな。ほらね、やっぱり眠りに耐性があるんだ。で、そういう時には、ロアを入れてあげればいいらしいんですよね。うん、ロアのユニークスキルで異常度状態が、つきやすくなる。で、これで弓弓針は効くのかい？マジか、耐性あっても、あ、効くね。効いちゃうんだね。ああ、なるほど。で、変えてからバスとか入れてあげればいいんだよね。なるほどね。これ、他のキャラの時もそうだったんですけど、ロアって強いね。うん、異常状態を使うキャラクターと相性が抜群です。いやー、これは強い。眠ってるね。はい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 、これはひどいぞ。で、ここで成仏剣をぶち込んでいくと。はい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 、いやー、これ刹那よりも火力が出るっていうところがえぐい。まあまあ、眠ってる敵限定ですけどね、えぐっ。そしてもう一つ試したいのが、自在を使ったザントマンですね。まず最初の自在を使います。まあ、最初に自在を使う前にバフをね、かけててあげた方がいいらしいんですけども、まあまあ大丈夫じゃないかな。うん、あー、なるほど。いや、いいや。いいや、めんどくせえ。チェンジだね。あ、チェンジじゃない、チェンジしたら、あれだ、資材が切れるから、チェンジしちゃダメ。で、パスして、で、夢見張りだね。で、ロア入れてるんで、まあ、耐性があったとしても、効いちゃうんだよね。で、パスしていって、あ、これ、ザントマンだけで、成仏剣で、打ち
ち飲めんすっていう、はい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 、刹那以上の火力でむちゃくちゃぶち込んでいける。いやこれも強いな。いやうん、この戦法は面白い、これは面白い。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。ザントマン使ってみましたけども、強い、これはやばい強さですね。敵を完全に無効化できるっていうのがすごくいい。うん、耐性を持ってたとしても、ロアを入れてしまえば、全然睡眠が効くようになりましたし、で、さらに、自在をね、使っていけば、もうタコ殴りにできるので、いや、ザントマン、これすごいっすね。うん。例えて言うと、もう、ヒトシュラとか、あ、効かないか、あいつには。うん、あ、マサカドは絶対効く。マサカドは、状態以上にすごい弱いので、マサカドにこれとか使えば、相当楽に勝てるんじゃないですか？おう。だって、8回、超ダメージで攻撃ができるってわけでしょ？いやいやいや、めちゃくちゃいいよ。ザントマン、すごく強かったです。コメント、ありがとうございました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。